こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの読書の方法。 何をどう読むかという一冊になりますまあおそらくうちの巨人の一人といって間違いない方だと思うんですが、えー、この本一冊で一体何百冊面白い本が紹介されているんだろうというような、えー、読みたい本がびっちり詰まった一冊そしてしかもほとんど難しそうな本ばかりということなんですが、えー、非常に興味深い一冊でしたでこの中でもやはりこの方の本に対する考えも非常に興味深く例えば、えー、著者の思考考えをこうなぞることができない本は読んだ読んだとは言えないということが書かれていまして例えば 推理物とかエンターテイメント系のものは、まあ、楽しめるけど本を読んだと言えないようなとこととかが書いてありまして、おお、なるほどなというような感じでした。そして個人的に非常に面白かったのは、この刊末の方に、またこれも地の巨人である荒俣宏さんとの恋愛小説についての、ラブロマンスについての対談が非常に興味深く読みました。なかなか歯応えがある、手応えのある一冊だと思いますが、ご興味のある方はぜひ、